うまくコントロールしていきたい校舎5番車川島、横は達車です。3番5番九州コンビがじわりじわりと歩を進めて上がる。そして1番車今野勇気がそれを察知しながら上がっていきまして、現在3番手外コース。3番ラモスどうか突っ張るか、1番車今野叩けるか。3番ラモスレオが突っ張った、一度交代。1番の今野は車を下ろして現在3番手、それでも二の足を追い上がろうかといった姿勢ではあるんですが、3番手インコース、7番山崎大輝ともつれ合う。3番ラモスレオが主導権握っている。5番車川島番手、3番手はまだ決着つかず、7番車1番車ガチンコで、4番手も4番6番並走モード。3の足4位か、1番の今野が上がるんですが、隙をついて7番山崎2番手に浮上。外には5番車川島ごちゃついた。4コーナーを通過、3番7番内からすくって2番隅接近も、7番2番7番の山崎2着で2番隅か。メガ馬力今日は発動といきたいところ。そのマーク近況戦歴安定しています。4番車和田、3番手ベテラン森江、行くぞと2番車吉岡勢いよく上がっていきました。1コーナーから2コーナー、2番車吉岡慎太郎先頭に変わって、4番和田6番森江付け替えて5番中山前から4番手、これで引き切って7番車篠田は前から5番手縦長。3コーナーから4コーナー、昨日の分までがむしゃらパワー、2番車吉岡慎太郎がエンジン全開吠えていきます。マークはピタリと4番車和田、6番森へ続いて5番中山、7番篠田、現在前から5番手上がろうか。2コーナーを通過一歩ずつ、7番篠田現在4番手外どうか。3コーナーから4コーナー前はかかりきっています。2番車吉岡番手絶好以下、4番車和田4番手から足を伸ばす5番車中山、2、4、5、4番車和田誠樹2着どうか。2番5番5番中山か。そのマーク昨日同様託していきます。7番車松永区切りの200勝へ王手。3番車佐伯が誘導員を退避させまして、さあ突っ張り先行か。5番車高田上がろうかといったところではあったんですが、一度引きました。4番車コオロギ依然前から4番手のポジション、隊列に入れ替わりはないままジャンです。3番の佐伯亮介後ろ睨みを利かしていく。4番コオロギまだ動かず前から4番手、5番車高田正幸も動かない前から6番手。4コーナーを通過、さあ腹をくくって明治がフルスロットル。3番佐伯亮介が飛ばしにかかる。マークはピタリと1番高津、3番手がある地元6番車宮崎、4番コオロギ前から4番手、5番車高田正幸依然前から6番手変わらないまま、3コーナーから4コーナー一本棒追い込んでいく4番コオロギではありますが、前で決まるか。3番1番さらに2番田中突っ込んで6番も3663。そのマーク番手戦よくしのいでいます。清水円熟の技で盛り立てます。3番手溜めていく3番車中石、さあ犬塚ラインが上がっていきました。1コーナーから2コーナー、さあ引いていった4番トネは現在前から4番手キープか。6番酒井再び交代して前から6番手ジャン縦一本棒、さあ鳴って1番の犬塚高行早くも明治掛けか踏み込み開始。マークは5番車清水、3番手
3番中井氏乗って4番トネは現在前から4番手、そして6番車坂井は万事休すか後方6番手来れるかどうか、1コーナーから2コーナーもうかかっている1番車犬塚、4番手から吠えていく4番車トネ君春の破壊力、2番手まで接近、3コーナーから4コーナー並んだ、そして捕まえた4番トネ君春先頭に変わって7番小林ピタリと張り付いて、この2人のマッチ勝負、4番トネ君春2着7番3着どうか、3番中井しか。早めの仕掛けも一向となるか、スピード面は上々、託していく師範代原、コース取りも抜け目はありません。4番6番佐賀コンビ指定コンビが上がっていきました。1コーナーから2コーナー察知している1番野口はどうやら行かせまして、前から3番手がある、3番玉村が引いて前から6番手のポジションになっています。2コーナーを通過、山を駆け上りながら3番車玉村元気、どうやら主導権、ここは俺の庭か、マークはピタリと7番車林、3番手4番飯塚で後方5番手からさあやってくる1番車野口大成、突っ張る3番玉村ではありますが山を乗り越えた1番野口大成先頭に躍り出て、マークピッタリと5番の高木3番手でどうか、2番車立花続いた3番玉村今4番手、外から7番車林付け替えて縦攻撃なるでしょうか、4番飯塚もこの辺りは4番手でやり合っている、4コーナーを通過、戻った1番車5番車、外からは2番立花迫る1号に広がってどうか。残り2周回となりました。前で7番車野口、番手2番手には6番車三宅愛理、3番手1番の伊藤、まだ動かず5番車大久保、現在前から6番手になります。2コーナーを通過、間もなくジャンのバックストレッチ、隊列に乱れはない、車間を前とちょいと切っているのは5番車大久保、まだ行かない前から6番手、後ろの気配読み取っていく7番車野口のぞみ、来ないならこのままスパートか、6番手から一気の発進だ、5番車大久保かりんが行き切った、5番の大久保先頭に躍り出てぴったりと張り付いたのは4番の佐伯吉、5番4番飛ばしにかかる追いすがる7番車野口、前から3番手縦長になりました、6番の三宅、1番伊藤、2番の川田、しんがりはここ3番の岩原になりますが7選手、さあ5番4番飛ばす差は詰まった、7番野口捕まえきれるか、547外から6番も突っ込んで7番の野口。7番井戸子積み重ねたキャリア生かしても行きたいところ、しんがりが6番西島かの子となってしまいました。大学スプリントチャンピオン、力はイーブンです。攻めの姿勢貫いていくでしょうか、1コーナーから2コーナー、さあ上昇を始めていく6番車西島、じわりじわり現在4番手外コース、前と若干車間を切ってくるなら来いか、4番車林前から3番手、前で正攻法から突っ張るか、3番車高尾、2番手に1番渡り口、インコースをしゃくって5番手山原接近でうまい2番手を取ってその足でかけていく、5番手山原さくらが主導権握った、2番布井が続いていく、3番手でどうでしょうか、7番手猪子あたりか、相当から4番林真奈美いい勢いでやってくる、5番山原追いかけるのは4番林真奈美、あとはどうか、2番3番7番肉薄捕まえていくでしょうか、山原抵抗も飲み込んだ、4番林だ、4番林真奈美先着ゴール、2着5番3着3番体制です。
3番工藤どの辺りから浮上か、前から4番手残り2周回、さあ3番工藤が上がろうか、察知した1番車島田雅也、正攻法からそのまま突っ張り先行か、1番島田雅也主導権、3番の工藤はまだ行かない、そして2番車大川隆二が付け替えて前から4番手、これで3番工藤前から5番手になりました。ジャンが鳴る3コーナーから4コーナー隊列一本棒になりまして、1番島田雅也後ろを振り返る、一気の発進が5番手から襲いかかる、3番車工藤文彦行き切った、3番工藤先頭に躍り出て、マークピタリと5番西岡、この2人が飛ばしにかかって、7番上吹越が3番手に上がった、1番島田4番手後方から2番車大川隆二もいい勢いで上がっては来ているが、4番手付近3番手から縦攻撃、7番上吹越、3番5番インコースしゃくって、4番坂本急接近、4番坂本抜けた、2着5番3着6番体勢でしょうか。じわりじわりと上昇していきます。残り2周回、ホームで肩並べていく4番車木村内、アウトコース5番車野村先頭に変わった、木村すっと引きまして前から4番手があります。5番1番3番と出まして、4番木村幸喜前から4番手、7番戸田6番飛瀬、しんがりが2番車高田大輔、ジャンが鳴る4コーナーから一気の発進だ、セラセの勢いで4番車木村後期先頭に変わった、7番戸田洋平がピタリと続くんですが、インコースから盛り返して番手勝負、5番車野村と7番戸田がやり合う、1コーナーから2コーナー逃げ体勢は4番木村、その番手決着つかず、5番車野村踏ん張る、外は7番車戸田洋平、戸田に軍配上がった、さあ4番7番2人がっちりタグを組み直して、2番車高田大輔が一発入魂、現在2番手いい勢いではありますが、それに乗って1番吉松も飛んできている、4721外膨れて1番7番7番1番接戦。シリーズは小松島市へ気合い入っています。6番2番四国勢が後攻め、6、7番手後ろを振り返る5番車吉本、まだ動きはありません。1番林圭次郎前から3番手、1コーナーから2コーナー、さあ行くぞと腰を上げた3番手からだ、1番車林圭次郎、その外から一気仕掛けていくは6番車大西優、ここは俺の庭、6番の大西優が先頭に変わるものの躊躇なく3番手から巻き返すか、4コーナーを通過、1番林圭次郎行こうとしたんですが一度車を下ろした、6番大西がそのまま主導権握る、5番吉本哲郎反撃開始も現在4番手外いっぱいか、3番手から1番林圭次郎が二の足用意、ここはまくり切った、マークピタリと7番大塚圭次郎の吸収の2人抜け出て3番手争いどうか、2番の木村が飛び込んでくる、外からは3番車も7番1番ワンツーフィニッシュは大塚捉えたか。7番3番九州勢後攻め、残り2周回となりました。後ろを振り返る主役小川慎太郎、一気に上がっていく7番車瀬戸、7番瀬戸が先頭に変わって2番小川慎太郎中段キープなるか、外から1番車黒田純上昇、5番の吉永義弘上がって4番手、これで前から5番手だ、2番車小川慎太郎ジャンが鳴ります、3コーナーから4コーナー、さあ加速していく7番車瀬戸、
新作がむしゃらパワーマークピタリと3番田中3番手1番黒田がいて5番手からスーパーダッシュ2番車小川慎太郎が行くんですが大きく3番の田中がブロックそれでも2番の小川現在3番手張り付いている番手5番の吉永が奪う格好でそれでも外からネジ伏せにかかるか2番車小川慎太郎5番の吉永必死の抵抗大外から1番黒田純が追い込んでいく521広がって5番車吉永義弘6番4番7番とさあ成松ライン九州勢が上がっていたまずは行かせた5番車畑は引いていく6番車成松春樹先頭に代わって2番の大谷健二が付け替えて前から4番手これで5番手だ5番車畑聡まもなくジャン流し加減の6番車成松5番の畑まだ行かない前から5番手のポジション隊列は一本棒です4コーナー振り返ってそしてエンジン全開吹かせにかかる6番車成松が逃げるマークはピタリと4番大坪7番松尾2番大谷は前から4番手5番手に5番の畑聡さあここから力発揮2コーナーを通過すっと上昇2番手まで力発揮5番手畑聡ネジ伏せた1番渡辺がぴったりマーク3番手で3番福島も続いている四国ゴール独占だ5番1番ワンツーフィニッシュはどちらだ